森安はじめ監督率いる日本代表、FIFA ランク18位は、2026年北中米ワールドカップ、W 杯アジア2次予選第2戦のシリア代表、同92戦で5-0と圧勝。国際 A マッチ8連勝を飾った中、統計的な推定に基づいたシステムによる世界ランキングでは13位に。中国メディアは、ドイツを抜いた強さを裏付ける。 と熱視線を送っている。ランキング表、森安ジャパン13位に浮上。サッカー代表国最新世界ランキングトップ30。年内最後の国際 A マッチとなったシリア戦で、日本は MF 久保竹サらの得点で前半を3対0で折り返すと、後半にも2ゴールを積み重ね、5得点で快勝。中立地サウジアラビアで行われた中東でのアウェーゲームながら、 力強いパフォーマンスでなすすべなく敗れたシリアを一周してみせた。これで日本は6月のエルサルバドル戦6-0から歴代最多タイとなる国際 A マッチ8連勝となり ELO レーティングシステムで算出された世界ランキングでは13位に浮上。同システムは対戦型の競技において相対評価で実力を表すために使われる指標の一つで、 数学的裏付けのある最も著名なレーティングシステムとして知られる ELO レーティングシステムの世界ランクによると日本は今年6月に行われたエルサルバドル戦後の19位から大幅にジャンプアップシリア戦までの約5ヶ月間で記録した8連勝により6つ順位を上げる形となり11月シリーズで2連敗を喫した14位の強豪ドイツを上回った アジア最高位となる日本の順位に対して中国メディア、総風は男子サッカー日本代表がランキングでドイツを上回る。ドイツを抜き世界13位にランクされたと驚きをもって報道。この成果は最近の日本サッカーの優秀さを浮き彫りにしている。これは日本サッカーの強さを裏付けるだけでなく国際舞台での強い競争力の証明でもある。 とね視線を送った。